わらび座はふるさと秋田の文化を応援します。劇団わらび座の久保田美優です。同じく三重の葵です。この動画では私たちわらび座のホームタウン仙北市のお祭り角館祭りの山行事の魅力をお届けします。短い動画なのでぜひ最後までご覧くださいね。いや、私たちの地域でお祭りといったらやっぱりこれでしょう。そうですね。武者の人形を乗せた18基の山が町を練り歩き、お山囃子を奏でるんですが、何せ実際にわらび座の劇団員が囃子方として山に乗って演奏していますからね。お山囃子はわらび座の舞台でも何度も取り上げており、代表する演目の一つとなっております。演奏するたびに祭りの熱気が蘇ってきて胸が熱くなりますよね。そうなんだよね。このお祭り3日間夜を徹して行われるんですが、その3日間に1年分の熱量がブワッとこう放出されてる感じがしますよね、はい、これこう祭りが近づいてくるとなんとなくこう町中がそわそわしてる感じがして、はい、ほんとみんな楽しみにしてるんですね。いやー、400年以上続いてきたのは伊達じゃない。いや、本当にそうですよ ね。最近では観光客の方も多くいらっしゃいますよね、うん、近年は山、鉾、屋台の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録されたことでも大きな話題になりました。地元の人間として誇らしいですね。いや、本当そうですよね。ちなみに、はい、美優さんはこのお祭りのおすすめポイント何かありますか？あ、すいません、聞いといて僕から言っていいですか？はい、僕は山の上でお山林に合わせて踊る秋田おばこがこれ大好きなんですよ。うん、これ2人1組で踊るんですが、息の合った美しい踊りがこう見とれてしまいますよね。しかもこれ子供さんたちも踊るんですよね。そうです。これがまためんこいんですよ。でもですね、はい、私のおすすめは断然山ぶつきです。通りで引き山同士が出会い、その際に道の優先権をかけて引き山が話し合うことを交渉と言うんですが、その交渉が決裂すると山同士をぶつけ合うんです。あ、引き手もお囃子も最高潮に盛り上がるんですよね。そうなんだ。ただし、いつどこでそれが起こるかは誰もわからないんです。そう、どうしても見たいという方は祭り期間の中日には観光客向けの山ぶつけも行われているので、そちらをご覧ください。いやー、祭りが待ち遠しいですね。この動画をご覧の皆さんもぜひ角館祭りの山行事お越しください。お待ちしてます。